はい、どうもおはようございます、たびくまです。今回私は台湾ファーレンに来ています。これ撮影しているのがですね、2024年4月20日なんですけれども、約2週間ちょっと前にですね、ここファーレンでは大きな地震がね、2024年の大きな地震がありました。それでですね、そのファーレンが今どうなっているのかっていうのをね、見に来ました。普通の滞在とですね、今町がどのような風になっているのかっていうのを見ていただければなというふうに思います。いろいろね、今日一日街歩き、あとね、いろいろ食べて回っていきたいと思いますので、皆様ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、昨日の夜こちら到着しまして、その様子はね、もう動画の方上がってますので、気になる方はですね、ぜひご覧になってみてください。はい、それではね、この動画2日目の朝からになります。早速ね、朝食を食べに行きたいと思います。昨日ね、夜ファーレンの空港に飛行機で到着したんですけれども、その後ね、夜市とかちょっと行ってみたりとかしたんですけれども、あんまり、正直なところあんまり震災の痕跡というものがあまり見えない。ところどころね、何かちょっと工事をやってるようなところもあるんですけれども、ね、なんか台湾の他の町でもね、工事やってるのは当たり前のことなので、特に震災のものなのかどうかっていうものはちょっと分からなかったりもします。あとでまたお見せしたいと思うんですけれども、日本でもね、テレビニュースなどで報道があった、こうね、ちょっと傾いちゃってるようなね、ビル、それもですね、行ったんですけども、もうその場所はね、もう完全に撤去されてて、その周りもね、だいぶ、復旧工事がされてたような感じでした。道路も張り替えられた感じでしたね。はい、じゃあね、まずは朝食ですね。こう街からね、この道の奥の方にね、山が、上の方雲かかってますけどね、結構そういった、タロコ渓谷をはじめとして、そういった風景はね、絶景地っていうんですかね、はファーレンでは有名みたいですからね。ただね、そのタロコ渓谷はやっぱ地震の影響がね、そこが一番大きかったみたいで、道路が封鎖されちゃったりしてね、今行けないみたいなんですよね。ここファーレンっていうのは大理石が有名みたいなんですね。で、こういうふうに、この歩道に敷いてある、これもね、大理石だと思うんですよね。で、たまになんかね、ちょっと崩れてたりするっていうのは、ひょっとしたら地震の影響なのかななんても思ったりもします。でも本当にそういうのは少ないですね。やってきましたのがここですね。三島東山大王っていうものかな。ちょっとね、中入ってみたいと思います。結構混んでるね。はい、朝食はですね、これは豆醤、豆乳の冷たいやつで、これがね、なんか焼きネギ餅って書いてあったかな。あと、いつも頼んでます。ダンピン、いただきます。あ、いや、嬉しい、嬉しい。はい、じゃあちょっといただきます。うまい、うまい、うまい。はい、続いて、ダンピン。うまい。卵と、なんかのお肉かな。ちょっと、手ネギっぽいものが入ってます。なので、ちょっとね、八角の匂いがしたりしてますね。でもね、美味しい。っていうかね、その前にすごい熱い。朝の9時を回ってるんですけども、店内はね、すごい混んでますね。こんな感じでいただきます。熱々で美味しい。はい、朝食美味しくいただきました。台湾に来たらダンピンが食べたくなっちゃいますね。はいはい、ではちょっとね、次行きたいと思います。これはファーレンの市役所ってことなんですかね。あ、今日土曜だから人が全然いないのか。ケブケさんですね。結構
お茶屋さんのね、ドリンクスタンドのチェーン店です。今はだいぶ増えてきましたね。台北にもいっぱい見ることができます。ファーレンでもね、2軒見たかな。こんな感じで、L サイズのアイス、ホワイトミルクティーって書いてあったかな、それを注文しました。はい、ちょっとね、一旦ホテルに戻ります。はい、ちょっとね、ホテルで休憩というか時間調整をしてました。バスに乗ってね、ちょっと行きたいところがあります。はい、バス来ました。301のバス乗ります。これもね、ヨーヨーカーを乗るときと降りるときたちですね。はい、バス降りました。25元かな。沿いのね、まあ、実際海近いんですけど、そういったイメージの場所ですね。ダナンとかに、ね、なんかちょっと気持ち似てる気はしますね。はい、ではですね、バスを使ってきたのはスターバックスでございます。でですね、こちらのスターバックス結構特徴がございまして、こんな感じですね。コンテナハウスといった感じの、かなりそれを積み上げ方が結構特徴ありますよね。はい、こちらのスターバックスに来ていました。やってるかな。中入ってみましょう。お腹入りました。スタバですね。こういった感じで、あ、スタバグッズですね、こちら。ちょっとね、コーヒーの一杯でも飲んでいこうかと思います。壁もね、やっぱりね、コンテナのいわゆる壁ですね。Yes. はい、こんな感じ。面白い作りですね。上の方も使っていいってことなので、ちょっとね、上の階行ってみたいと思います。カップとかはね、こんな感じ。面白い。こういうふうにコンテナの隙間一個一個でこうなんかね、個室っぽくなってるのかな。めちゃめちゃ面白いですね。でね、このね、コンテナの幅っていうのはもちろん企画で決まっています。横幅は 2.49 いくつかな、まあ、約 2.5m ですね。はい、でね、40フィートコンテナを組んでる、あ、でもね、これはそうですけども、まあ、長さがですね、約 12m って感じですね。こういうふうに突き出てるところもありますね。もっと上行けるかな。これ以上上はいけない感じかな。コンテナハウスのスターバックスでした。はい、それじゃあね、一旦また市内の方にね、繁華街の方に戻りたいと思います。バス乗りました。もう
ね、ほぼ時間通りで来てくれた。はい、バス降りました。またね、市内の市街中心部に戻ってきました。ちょっとね、お昼を食べに行こうかなって感じです。来ようと思ってたところがやってない。見えないですけども、ところどころね、こういう風になんか崩れたんじゃないかなとか、あとね、街の中でちょっとね、通行止めになっているようなところもあって、そこら辺はね、あ、やっぱりね、倒壊とか、ね、建物が壊れたんだなっていうのが、分かるかなって、そんな感じですね。はい、昼にやってきました。小籠包とかのお店なのかな。ちょっとここでお昼を食べていければと思います。おー、これはなんかすごいな。はい、注文しました。小籠包を2個、小籠包2個 と、ね、冷たい紅茶をもらいました。でですね、なんかハーレンの小籠包ってちょっとね、肉まんみたいな感じなんですね。これをね、ちょっと食べてみたくて頼んでみました。じゃあちょっとね、ST いただきます。もうね、このまま手で食べちゃおうかな。はい、いただきます。うん、うまい、うん、ちょっとね、ちょっと汁がある肉まんっていう感じですね。で、このね、小籠包1個単位で売ってくれるんですね。今2個買ったんですけども、1個5元ですから25円かで、ね、アイシティが30元、150円、あ、結構する。こんな感じ、美味しい。はい、こんな感じでね、ちょっと奥でなんかこう重機が動いてるのが見えると思うんですけども、ここぐらいでしか見てないかな。多分ね、倒壊した建物をね、今解体してるんだと思うんですけどもね、今んとこあの1箇所ぐらいしか見てないです。はいはい、こんな感じですね。ちょっとね、道路もこじってるのかな。うん、まあそれぐらいで、他のところは全く影響がなさそうな感じです。地元の人にちょっとだけ話も聞くとね、大丈夫だよなんていう話、声が返ってくるぐらいですね。はい、こんな感じですね。なんか重機がポケモン GO の、スペシャルカラーになってますけども、はい、こんな感じです。あとはね、地震の爪痕みたいなのってのはね、ほとんど見られません。たまにね、歩道がちょっとね、欠けてたりするんですけども、それってなんか地震なのかどうかもよくわかんないぐらいですね。はい、その向かいにですね、ハーレン鉄道文化園区というのがあったので、ちょっとね、見ていければなと思います。うん、おお、ここにね、蒸気機関車が見えます。なるほど、何かやってるけどもちょっとわかんない。ただね、こっちにはこんな感じです。あ、なんかボードがありますね。はいはい、こんな感じで、はい、道を挟んだ反対側にもね、同じように鉄道文化区というのがありました。どうなってんだろうな。
今見えてる建物が屋根が落ちたりとかしてますね。柱がちょっとね外れちゃってる感じのところも見えたりします。ね、ここにコーションテープが貼ってあってね、中には入れないようになってます。はい、昨日の夜も来たんですけれども、今回の地震でね、一番ニュースとかあとね写真とかで見た方が多いんじゃないかなっていう場所にやってきました。もうね綺麗に撤去されてるわけなんですけども、1階部分が潰れて斜めになってるビルのね写真っていうのを見たことがあると思うんですけども、ちょっとね脇に出しておきましょうか。それがここです。はい、こんな感じで、道路もね張り替えちゃってる感じですね。すごいな。今日ね4月の、20日なんですよね。2週間3週間経ってないぐらいでねここまでできてしまったって感じですね。はい、まあ今回の2024年4月のねパーレンの地震の爪痕ってのはこのぐらいしか今ね見えなく分かんなくなってるんじゃないかなっていう感じでございます。まあね、タロコ渓谷とかそっちの方に行くと、道が寸断されてたりしてちょっとね今は行けない状況で、そちらの方がね被害としては大きいのかもしれないんですけども、ファーレンの街中はねこんな感じで、通常通りといった感じですかね。ちょっとねここにね来るバスっていうのが今迂回の運転をしてるっていうのもあるぐらいですかね。はい、じゃあねファーレンの現場からは以上です。まあね動画は続きます。おー、すごい、スイカ大王って名前。ハロー、スイカ大王でいいのかなっていうね、ちょっとお店を見つけたので、カットのスイカとなんかね飲み物、何なんだろうな。これがね何か分かる方、はい、これを頼んでみました。はい、もうねすぐ出てきました。カットスイカですね。これで60元なので、300円ですね。あと飲み物が来るはずです。ちょっと逆光になってたらすいません。頼んだこれ 500ml のオレンジジュースみたいですね。あの字をそのまま翻訳かけてみました。こちらもいただきます。もうね匂いでオレンジってわかる感じですね。いただきます。あ、うまい。うん、スイカ、うんうん、うん、おいしい。これでオレンジジュースで 500ml で70元なので、350円ですね。うん、もうね、絞ってあるやつだと思います。ちょっと最後に今人が入っちゃった。はい、こんな感じで。こういうのいいですね。なんかね、あとね、なんだろうこれ。なんかかけるやつがある。ちょっとだけかけてみます。スイカに塩みたいな感じかな。多分、あ、どうなの。スイカにかけちゃったら分かんなくなったけど、ちょっとね甘くなりました。うん、はい、ごちそうさまでした。スイカ大王、読み方間違ってたらすみませんでした。なんかこういうのいいですね。単純にカットフルーツのみっていう、うん、そういうのの方が良かったりもします。はい、じゃあねちょっと一旦またホテルに帰ろうかなというふうに思います。バス乗りました。涼しい。はい、今ね夕方の5時半です。ちょっとまたねホテルを出て、まあ、夕飯など食べに行こうかなっていう感じで出てきました。だいぶね涼しくなりましたね。今それでもまだ26度ぐらいあるみたいですね。食べに来たのはガチョウ肉なんですが、結構混んでるかな。あれどうだろう。あ、隣か。ちょっとねこちら
いただいていきたいと思います。ファーレンってね、ガチョウが結構有名だったのかな。はい、食べれるみたいですね。じゃあちょっと中、入れるのか。はい、メニューはこんな感じだけど、もうちょっとね、詳しいメニューがあった。はい、なんかね、一応メニューとペンを渡されて2階に上がってきました。あ、OK? あ、OK、Thank you, thank you so much. Oh, thank you, welcome. The most famous is goose, yeah. ガチョウ。Yeah, yeah, yeah, yeah. For one gentleman, you can order a small dish, like... Yeah, yeah, small... Okay. Like, just write 150 mune, one. Ah, thank you. And rice? Rice? Yes, yes, please. You got two different kinds of rice. Means rice only or rice with minced pork?Try this? Yes, yes, okay, yes, sir, please. Okay, your turn. Here, Lurofa. Ah, Lurofa, yeah, yeah, yeah. はい、2階に上がりまして、オーダーしました。ガチョウ肉の、1人分で出してくれます。150元かな。それと、ルーローハンをね、1つ頼んで、あと飲み物でね、アップルソーダを、今、冷蔵庫から取ってきた感じです。あのね、調味料とか全部用意してくれた、優しいというかね、一応台湾語の人がメインなんですけども、英語がね喋れる人もいるので、それでなんとかなった感じですね。はい、ちょっとね、先にアップルソーダから飲んでおきます。はい、じゃあいただきます。結構ね、まあ土曜の夜なんですよね今。ただまだちょっと早い時間に来れたんで、全然ね並ばずに入れた感じです。でもね、今日ちょっと一日いろいろ歩いてみて、日本人全然いないですね。それがちょっと気になりました。台北に比べると日本語を喋れる人っていうのはね、現地の人でね、すごく減るんですけれども、もうちょっと観光客にはいてもよかったのかなと思ったりもしました。お寿司屋さんとか日本食屋さんとかも結構ありますし、日本語のメニューをね用意してるところも結構あったりするんで、結構日本人が来てたんじゃないかなっていう気はするんですけど、やっぱ地震の影響なのかな。全然見ないっていう印象です。はい、来ました。うまそう。これがね、ルーローハン。ご飯の上に豚のなんかちょっとね、トロトロにしたやつをかけて、これがね、ガチョウ肉ですね。あの部位は一つだけなのかな、多分そうかな。奥がちょっと違うかもしれないけども、これは骨がついてる、骨の近くのね、お肉ですね。こんな感じ。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。台北でもね、食べましたけども、実はね、ファーレンの方が有名みたいなんですね。で、それでね、ファーレンに前から来たかったんですが、今回やっとね、念願かなったって感じです。じゃあ、いただきます。お肉いってみますか。タレにつけて、油が結構多いかも。これめっちゃジューシー。うまいな。タレも美味しい。タレもね、作ってもらったんですよね今。うまい。ルーローハンいただきます。あ、結構ね、多分八角かな、結構効いてるんで、苦手な人はちょっとね、やめた方がいいかもしれない。普通のね、あの白ご飯もあるんで。うまい。結構八角は強め。めっちゃジューシーですね。あ、おいしい。来てよかった。うまい。はい、今度はね、ちょっとガチョウ肉アップで。脂身がね、おいしいですね。めちゃめちゃジューシーです。ちょっとね、これ隠れてた、この部位どこなんだろうな。もうね、ジューシーなところ、ジューシーと、あとね、コリコリしててめちゃめちゃ美味しい。は
はい、ガチョウ肉ね、めちゃめちゃ美味しかったです。はい、こんなマスコットまでいます。お店の名前が見えるかな、ガ肉先生と呼べばいいのかな。ファーレにね、2店舗ありますね。はい、こんな感じで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。はい、もう1店舗来ました、はい、もう1店舗来ました。ファーレンって、まあ、今のガチョウ肉もそうなんですけども、ワンタンが有名らしくて、それをねちょっと食べようと思ってます。これがね、なんかワンタンっていう意味みたいです。スープがあるのかな。じゃあね、ちょっとこれで軽く食べたいと思います。お肉にしようと思ったんですが、このね、シーフードかな、これで総合ってのがあるんで、これを1個頼んでみたいと思います。はい、来ました。まあ日本的に言うワンタンだと思うんですよね。で、やっぱね、総合をね選んだんで、いろんなものが入ってますね。めっちゃ美味しそう。そしてなぜかお箸にはお手元の表記がありますね。はい、じゃあね、いただきます。はい、じゃあね、いただきます。スープから。スープはね、あんまり出汁は効いてないです、正直。ネギとかの香りがね、映ってるぐらいで、出汁っていう感じではない。あ、薄くなんかあるかなっていう感じですね。じゃあワンタンいただきます。これはお肉かな。もうちょっと出汁が効いてて欲しかったな。ワンタンはまあ美味しい、で結構ボリュームがありますね。で、これのね、総合のワンタンのスープで95元だから480円ぐらいだと思います。野菜が入っているやつは美味しいな。肉とね、多分ニラかな、餃子っぽい感じ。これがお肉かな。あ、シーフードかもしれない。ちょっとね、何が何だか分かんない感じですけどね。結構大きいですよ、1個が結構大きいです。あ、でもスープ、出汁が効いてないって言いましたけども、結構ね、これかな、セロリとかが入ってて、そういったね、風味は結構感じます。セロリとネギかな、多分そんな感じですね。で、今ね、ちょっと辛みのソースを足したら、なかなかいい感じになりましたね。なんか鉄道のね、跡なのかな、多分今は使われてないと思うんですよね。そんな感じの、あ、今は使われてないですね。やっぱり跡ですね。まあね、こうなんか広場になってたりしてますね。そこでライブをやってたりしてます。結構ね、人集まってますね。なんか平和でいいですね。豚骨ラーメン、つけ麺って書いてあります。一生懸命営業中ということでですね、ここ台湾ですからね。はい、日本食がね、思いのほか多いですね。はい、ちょっと一本外れると、なんか結構良さげなカフェとか、あとスイーツ、かき氷、アイスクリームみたいなお店が結構多いですね。はい、来ました。マンゴーミルクかき氷です。上にアイスまで乗っかっています。いやー、食べられてよかった。これでですね、220元なんで1100円です。まあ高いですけども、まあね、しょうがない、しょうがなくない、美味しそうだから OK。 はい、じゃあいただきます。はい、じゃあいただきます。マンゴー単体でいきましょうかね。多分フレッシュマンゴー、冷凍ではないってことですね。あ、うまい。台北のピンザンっていうね、マンゴーかき氷で有名なお店があるんですよ。夏の間しかね、営業しないんですね。
で、そのお店がまさに今日、ね、2024年の4月20日、今日オープンしてるんですよ。で、またね、多分10月、9月、10月ぐらいで終わっちゃうのかな。で、今日オープンで、僕昨日台北からファーレイに来たんですよ。なのでね、台北ではね、食べれてなかったんですが、今日ここファーレンで食べられました。うん、あ、美味しい。あの台湾でもね、南の方に行くとね、結構いつでも食べられるのかな。うん、でただね、台北とか北の方とかはここね、ファーレンもここのお店はね、なんかやっぱり季節限定って書いてあるんで、夏の間だけの生マンゴーのかき氷だと思います。アイスはココナッツかな、美味しい、うん、高いけどいいや、うん、美味しい。はい、もう夏といえばマンゴーですね。はい、マンゴーかき氷非常に美味しくいただきました。肉園ちょっとね、もうお腹もいっぱいになってきましたけども、ちょっとね、夜市をぶらっと歩きながらですね、今日はライブ配信などをやってみたいと思います。はい、またやってまいりました、東大門夜市ですか ね、まあ、ね、昨日よりはいくらか早い時間に来ているので、お店はだいぶ開いてる感じですね。はい、ではですね、もう今時刻は10時ですね。こんな感じで今夜市の出てきました、まあね、夜市の詳しい内容はね、この1個前の動画の方がね、ちょっと長めに回してたりするんで、そちら見ていただければと思います。ちょうどですね、今この画角の中中心ぐらいはですね、あれです、ファーレンの地震でビルが傾いたじゃないですか。もうこの話何回もしてると思うんですけども、そこにおります。はい、こんな感じで、昨日よりも工事が進んでて、アスファルトが非常に綺麗になってるっていうね、すごいですね。はい、そんな感じで、ファーレンの夜はね、こんな感じにしたいと思います。はい、じゃあね、ここからはエンディングです。はい、というわけで、ファーレンの方、ね、ちょうどこの動画では丸1日分になる、朝からね、この夜までっていうことになっております。でね、地震の影響はまあね、このね、崩れたところを見ると確かに悲惨なものはあったかもしれないんですけども、それ以外のところがあまりにも普通すぎて、ちょっとね、困惑してるというか、はい、これが現実なのかななんて思っちゃったりもしてます。はい、そんなわけで、あのね、結構観光客今少ないんで、この動画見てね、気になった人、来れるっていう人はぜひとも観光に来てみてください。非常にのどかだね、食事も美味しかったですし、小籠包美味しかった。はい、そんな感じの、台湾ファーレンです。皆様ぜひ遊びに来てはいかがでしょうかっていう感じです。今回はこの辺りで失礼させていただきたいと思います。次はですね、明日は移動になります。ここファーレンから、台湾南部の都市、台湾第二の都市とも言われておりますカオシュン、ガオシュンですね、高尾と書くところに、行きたいと思います。そこまでの、ね、移動の様子なんですけれども、今回移動する、ですね、乗り物は鉄道でございます。鉄道で新しい車両がね、特急列車に入ったということで、そちらの、しかもね、グリーン車ビジネスクラスに乗っていきたいと思います。そのね、ビジネスクラスというものもね、新幹線を除いて台湾ではね、なかなかなかったのかな今までということで、昔ちょっと新しいんですけども、そういったものに乗っていければと思いますので、そちらの動画、そちらのね、ビジネスクラスの様子をお届けできればと思いますので、皆さんもチャンネル登録してお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram の方やっております。ぜひともフォローとチェックの方よろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。